はい、どうもリスキーです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はロマンあふれる男心をくすぐる、ゴミ箱を紹介したいと思います。はい、まあ、こちら、楽天を見てて、見つけた、面白そうなゴミ箱があったんで、ちょっと買ってみました。で、そのゴミ箱なんですけども、問題っていうわけでもないんですけども、人生で、ゴミ箱、蓋付きのゴミ箱ですねの蓋を開ける回数って皆さんご存知ですか？まあ、答えは、29万回だそうです。で、まあ、29万回ってまあすごい数なんですけど、だいたい1日10回ゴミ箱の蓋を開けるとして、80歳までゴミ箱を開けたとしたら、まあ、29万回ぐらい開けるって言われてるらしいんですね。僕の年齢だと、まあ、30歳の方だとあと19万2千回箱を開けるそうです。はい、一生続くこの作業をなくせる、まあ、ロマンあふれる、ゴミ箱を見つけました。はい、それが、はい、こちら、よいしょ、開けゴミ箱です。ちょっと入りきらない。はい、で、Amazon、まあ、楽天で購入ができる、開けゴミ箱、こちらを、買ってみたので、早速、開封して、使ってみようと思います。開けると、おーしょ、まあ、中はこんな感じです。で、これを開けると、これが、よいしょよいしょ、中はもう何もなし。はい、まあ、こんぐらいの45リットルサイズを買ったんですけど、これぐらいのサイズで、よいしょ、これを開けると、おお事故った。で、はい、中はこんな感じですね。中に一応取扱説明書が入ってて、まあ、そんな説明書っていうほどでもないかな。で、これオプションで、僕は別途購入しました。ゴミを仕分けしたいので。電池、あ、ここね、はい、電池で動く仕組みです。ここに電池を入れる仕組みになってて、単3電池、単2電池でもいけるんですけど、僕単2がないので、よいしょ、この電池ケース、なんか電池変換ケースっていうのかなを買いました。はい、オプションで買えるこの電池変換ケースっていうのを一緒に買いました。単3電池でも、こいつが動きます。単3電池を取ってこよう。で、電池をセット、こういうことかな。こうやって単3電池を単2に変えてくれます。で、これをセットして、この、はい、電池ボックスに入れます。はい、こんな感じで、はい、セットしました。はい、はい、蓋をして、これでセット完了かな。で、これをこうかな、はい、セットして、よいしょ、めっさ緩い、蓋がちょっと緩いのが気になる。ゴミ袋、ゴミ袋、ゴミ袋、ちょうど45リットルの、ゴミ袋があるので、これをこれで、こういう感じかな。これで付属のリングにゴミ袋を引っ掛けて、こんな感じでセットをしますと。はい、 OK で、蓋をセット、はい、完了。これで一応完成。ここに電源があるのでスイッチを入れると、こうすると、はい、緑のランプがついたので、おお、
すげえ、びっくりした。え、これどうやってしまうの。お、すげえやん。ちょっと驚いた。これは面白いな。いや、これは楽しい。ちょっとスイッチ切ります。で、今回僕はもう一つオプションを買ってて、これこういう分別用のリングを別途オプションで買いました。でよいしょ。なので、燃えるゴミと燃えないゴミを、まあ、分けようと思って、これでよいしょ、仕分けが簡単になる。こっちに燃えるゴミをセットして、こういう感じで燃えるゴミをセットしておいて、でもう一つの方にこっちに燃えないゴミ、あとは子供との共同部屋になってるので、まあ左を僕のゴミ入れとか、右側を子供の、ゴミ入れとかにして、まあ、ゴミ捨てがちょっと楽しくなるみたいなこともいいかなと思って、こう仕分け分別用のリングをちょっと買ってみました。でこれをこんな感じでセットしていけば、こういう感じでね、右左で、はい、ゴミの分別がもう簡単にできます。であとは一緒で蓋をつけると、後ろにあるスイッチを入れる、はい、スタートボタンを押せばこういう感じですね。あ、ちょっとこれずれてるから、そうやね、こうやって、はい、こういう感じで右左こうゴミが分けれると。おお、これはいいね。これはちょっと楽しいぞ。でまあこういう出たナイロンのゴミとかはこっち、はい、よいしょ、出てゴミを分けれます。ここが一番いいかな、こう置いとくのが。こんな感じかな、にセットしておけばスタンディングデスクで、まあ、作業してますと。でここで例えば、まあ、もうご飯食べながら、パン食べながらとか、まあ、なんかゴミが出ますよね。でそういうのをここからみたいなこともできるし、まあ、僕が45リットルを選んだの理由としては、このデスクの下に、ね、ちょうどこう収まるサイズが良かったんで、まあ、デスク下に置いて、まあ、ここで基本作業するので、そこから、ゴミが捨てれる、まあ、アクセスがいい方がいいなと思ったんで、このサイズを選びました。で、まあ、そんなにゴミはこの部屋で、まあ、45リットルのサイズがあれば十分かなっていうのもあったので、はい、というわけで今回開けゴミ箱ということで、こいつね、このちょっと見た目もなんかおしゃれな、勝手にね開いてくれる、蓋が勝手に開いてくれる、まあ、ゴミ箱を、ずっと気になってたので、買ってみて使ってみました。シンプルにこういうねのがなんか楽しい、ゴミが捨てるのが楽しくなるというか、いいなと思って、なんかロマンあふれる、うわワクワクするみたいな、まあ、ゴミ箱なんですけども、まあ、使っててちょっと気になったなっていうところは、あの反応がいいので、あのちょっと触れるとっていうか、あの、まあ、予期せぬ時に蓋がパッと開くみたいなところが、使っててあったかなっていう感じです。使ってて問題になるっていうほどではないです。であとは音ですね、開閉する時の音とかも、あの全然そんなウィーンとかって音でもなくて、閉まる速度もなんですけど、やっぱりこう手をゴミを捨ててすぐパッと出すわけじゃないので、ある程度こう閉じるまでの時間もちょうどいい時間というか、あ、考えられてるなと思って、その辺はやっぱ人気のある、あ、ゴミ箱なんだなっていうのはちょっと思いましたね。まあっていうよりも、もうなんていうよりも、もうこういうのは楽しけりゃいいみたいなとこもあって、なんせねこのもう20
で9万回蓋月のゴミ箱を使ってると蓋を開けるっていう作業をするんですけど、ゴミを、はい、っていうだけでこう開いてくれる昔見た SF 映画のようなゴミ箱、いやいいねって感じです。はい、ロマンあふれすぎて楽しくて、一度使うと本当元に戻れないなっていう感じがしてます。でまたネーミングもいいなと思ってて、ジータの、開けゴミ箱、まあ開けゴマじゃないですけど開けゴミ箱、まあもうそのまんまなんですけど、まあ、使っててシンプルに、面白い楽しい、まあ、ワクワクする、そんな、ゴミ箱でした。はい、というわけで今回はロマンあふれる男心をくすぐる勝手に開くゴミ箱を紹介しました。こんな感じでこのチャンネルでは僕がいいな便利だなと思ったものやことをおつまみ感覚で紹介してます。今回の動画がおつまみ感覚で楽しめたなという方は、評価、コメントの方よろしくお願いします。で、チャンネル登録がまだの方はぜひ、登録の方もよろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。じゃあね。